いやいや、もう皆さんね、みんなオリジナル歌えるんで、ちょっとプレッシャーを感じながら撮ってますけれども、まあ、ほんま、あの、カラオケの延長で申し訳ないんですけど、そんなことやりながら、そうですね、怖いもんなしのやつですからね。そんなしながら、で、あの、次やらせていただくのは、もう早くも最後の曲になりましたね。わざもうすぐしかございませんが、僕がね、中南ホタルです。こちら、ちょうど僕が30年ぐらい前の小学生ぐらいの時にですね、トラック野郎一番星って皆さんご存知ですかね。スラーラブンタです。ああ、そうです。相川欽也のジョナサンやつですね。それをですね、僕はヤモメのジョナサン。そうです。で、僕はあのよくあの小学生、お前やな、リアルヤモメのジョナサン。ちょっとなんかいかつやもんな。で、僕嫁はんは変わってますね、いろいろ特化やって。あ、それはあんま今方やな。そんなん言うたらあれちゃうのか。何トンネルね、いろいろあんねんね、これ。で、その時に僕小学校の時に今の覚えてるのが、僕田舎が滋賀県なんですけど、そこの映画館、常盤館があったんですね、町の。そこもね、小学校の時に6人ぐらいで便所の窓から入るんですよ。便所の窓から映画見るのに、その時にトラック野郎を見て、あったけちょってすげえな、お嫁に行けないっていうシーンがあって、半分すすになんねん、半分おっぱい出て、昔おっぱい出しても大丈夫やん、今 NG やん。今 NG なんすか。あ、ね、あの出さない、ビーチバナ、すみません、女性おられるまで申し訳ない。あの時、小学校の時にトラック野郎シリーズを映画館に金払わんと免除からまだ入って、小学校6人ぐらいで、すげえなこれっつって見てた。で、いつか俺もトラック野郎だと思ってましたけど、根性ないからできませんでしたよね。まあでもまあね、デコトラすってやろな。デコトラいい ね、最高や。ちょっと握るものが変わっただけで、高校入った時にね、あちょっとね、そんなの乗ってました。木材もな、角材な、角材、角材、あれは痛いね。チピューって出るからね、熱く言うて。そんなこともありましたけども、まあいろいろありまして、今のおかげさんでサラリーマンをさせていただいてますけど、その時にですね、憧れたのがプンちゃんです。あ、はい。で、その時のことを思い出しながら、あの上マンとちょっと話をさせていただいて、次を歌わせていただくのが一番星ブルースです。大丈夫ですか。大丈夫ですか。困ってますか。60番大丈夫。60番大丈夫。あ、一応説明したからね。60番。泉谷さんが60歳から、ね。60泉谷さんが60歳で。記念 T シャツ。あ、これそうですよ。あの、ウエスト宮古に泉谷さんが来た時にディナーショーがあって、つい一緒にいたんですよ。ほんなら泉谷さんがリハーサル終わって目の前ある時にエスカルタバーって言って、いやーって言って、ふん。友達やもん。俺知り合いかな、私、泉谷 CL と。ほんなら、こちら。普通知りません言ってましたけど、あとなんかディナーショーでステージ上がって歌ったな。俺弾いたわ。上がってはいい。これウエスティン担当言われても、あの人もすごい面白い人ですね。俺くらいやったよウエスティン、やめてくれるか。もといですね。もとい。もとい。今日出れへんやん。なんか言った。今のあんでよかった。なんか言った。あかんで、コミックバンド、コミックバンドになってるね。ほら、もとい。ゲームでリセットやな。ポチッと。晴れたが交差点
生きてきた。そんなセリフの裏にある心のからくり落とし穴。心に何が立つ。ちなみに千葉真一も出てるからね。田中邦衛。あ、そうだね。